4代目、柳谷子さんは、東京の落語家。本名、大野菊松。東京の麹町の生まれ、小学校から、行政中学に合格したが体を壊し入学を、断念。洗濯屋などに方向に出る。1906年に2代目柳谷燕の紹介で、燕の師匠の3代目、柳谷子さんに入門。本名の一字をつけて、柳谷小菊と名乗る。 1908年12月に詰め昇進。3代目、柳屋古巾に改名。若手勉強会、単力養成会に出演し実力をつけ、将来を職望される。1913年4月、古参一門の出世名であり、師匠昇参の全名5代目、柳屋古参寺に改名する。1916年2月に、新内昇進。 1918年3月4代目長家老婆、落衆名。1928年4月、師匠賞賛引退に伴い4代目、柳谷さんを襲名。長家老婆学は、弟子3代目、三遊亭窓科学が5代目を襲名した。落語協会に所属していたが1934年に、脱退、東方専属となり、東方名人会に出演した。 1947年9月30日、死去。59歳没。三代目、三遊亭演歌によると、上野の鈴本演芸場で、新作落語、鬼娘公演後、楽屋に下がり、前座が茶を出した、飲み終わり、湯飲みを置いたところで前に倒れ、そのまま死去したという。終戦後は、落語協会に復帰して会長に就任し、和芸も、 炎熟期に入ろうかという矢先のことだった。墓所は台東区の本寿寺にある。無口かつ温厚な性格ながらも、曲がりたる心ある者は落語を止めるべしと主張して、落語のあり方に意見を持つ人物であった。人のあだ名をつけるのがうまく、五代目、古参の前座名へ、律行助などに、その卓抜なセンスが伺われる。他にも古参がつけたとされるあだ名に、西村楽天に、 西洋の羅漢様、柳屋正半寺に、メンツの頼朝、八代目、春風亭流氏に、ホワイト小僧、五代目古今亭新章に、上ばの吐き出されなどがある。俳句をよくし、さつきん、正気という俳名を持っていた。孫は、画家の大島誠。かぼちゃ屋、二十四甲、六六尾、三軒長屋、青菜、お化け長屋、雑貝、三人旅、 芋だらなど滑稽話が多い。受けを狙わず淡々とした口調で、時折鋭い稽古を交えるなど、格調の高い芸風であった。一方で、新作落語の創作にも力を入れ、創作力のないものは、話しかではないという言葉を残している。五代目柳屋燕、創作落語論、川で処防新社、2009年、24ページ。ありがとうございます。